パリゴリン柔道女子52キロ級で2回戦敗退を喫した安倍歌24イコールパーク24の練習パートナーを務めてきた森和樹さん26が30日までにインスタグラムを更新。安倍歌とのツーショットと共に現在の思いを綴った。エッフェル塔を背に安倍とのツーショット写真をアップ。本当にお疲れ様でした。そしてたくさんの応援。 サポートありがとうございました、と感謝の言葉を綴った。毎日毎日パリオリンピックのことだけ考えてやり続けた3年間。背負うものが大きすぎても笑って前を向いて戦い続けた歌を誇りに思います。気持ちの整理はなかなかつきませんがまた一つ一つ乗り越えていこう、と安倍の思いと決意を記した。